ご覧いただきありがとうございます。ラスタリです。今回ご紹介するのはパラブーツシャンボードのブラックとなっております。こちらは当店でも何度も、ご紹介させていただいております、パラブーツのシャンボードですね。はい、非常に、当店でも人気で、すぐ、売れてしまう足の速い一足ですね。特にこの梅雨時期になりますと、やはり、皆様、雨靴が一足欲しいとなると、やはり、まあ、第一に候補に上がるといえばやっぱり、パラブーツで、特に、使いやすい、シャンボードとなるので、まあ、非常に、やはりこの時期は売れやすい、商品ですね。当店といたしましても、はい、使用感に関しましての説明をさせていただきます。はい、まずは、よく起こりがちなモカ割れですね。モカ割れに関しましては、本当に小さくっていう感じですかね、ぐらいしかないかなという感じでしょうか。こちらも、本当に小さくあるかなという程度ですね。はい、で、つま先の方の削れは、まあ、そこそこといったぐらいですね。あまりないかなと思います。はい、こちらと、リフトの削れもあまりそう多くはないかなという感じですね。はい、はい、この辺りのソールの削れとかも、はい、しっかりと残っていますね、溝は。はい、はい、この通りになっています。で、ここからがまあ詳しくついていこうと思っている部分なんですけども、こちらタグがまず、左右とも少しちょっと、擦れかかっていますね。はい、このような感じで擦れかかって、半分ぐらいちょっと取れかかっていますね。はい、と、あと内側に、この辺り傷ですね。傷が内側に傷が若干あるかなといったぐらいです。これは少し補修が入ってますね。はい、入っていて、この辺ちょっと引っかいたような傷になってますね。この辺りとか、まあ、小さくですけどね。はい、といった具合でしょうか。あとはそうですね、中の方もこの辺り破れとかもないですし、かかとの潰れとかも全くない状態で、まあ、中底も、酸化とかもしてない感じですので、この辺りかかとの少し傷とこのタグの部分の、ちょっと取れた感だけさえ気にしなければ、まあ別に全然今からもっともっと履けるような一足ですね。はい、かなと思います。あとはアッパーの状態に関しましては、つま先とかも、そんなに多くなこう傷とかは、まあ、もちろん小傷とかはございますけども、全く特に気になるっていうところはないかなと思います。まあ、中古品ですので、まあ、あくまでも、そういう小さな傷とかはございますけども、この靴の機能面に対しての、何か損失するような、問題っていうところはないかなと思います。はい。で、あとはサイズ感ですね。はい。サイズ感に関しましては、私がこの辺りがちょうどジャストサイズになるので説明では特にしやすいんですけども、だいたいパラブーツじゃなくて、オールデンですね。オールデンで、バリラスで7を履かれている方とか、あとはエダードグリーン202ラスト、6.5E とか、あの辺りでしょうかね。はい、あの辺りを履かれている方ですとおおよそ適合するといったサイズ感になります。まあ、パラブーツに関しましては、あまりこう薄手のソックスというよりかは、厚手のソックスでしっかり合わせていただく、もともと登山用の、まあ、木型といいますか、そちらをこうメインにして作っていましたので、そういう厚手の靴下をしっかり履いて合わせていただくっていうようなものですので、あまりそうサイズを攻めるっていうような靴ではないかなと思います。はい、まあ、かといってこう指が一本ずっぽり入るような、サイズ感はさすがに NG かと思いますので、まあ、そこにならない程度ですね。はい、ある程度は、厚手のソックスで合わせていただくという前提にはなるかなと思います。はい、で、ケアに関しましては今回は、いつも定番の、モーボレのクリームナチュラレで、はい、当店は、リスレザーに関してはやっております。
今回も、それで仕上げさせていただいております。はい。ちょっと傷の箇所に関しまして、ここですね、こちらに関しましては、少し、補修はかかっている、いますけども、まあ、それ以外は基本的には、モーグレーのクリームナチュラルで、はい、自然に仕上げさせていただいておりますので、ご安心いただけるかなと思います。はい、ぜひとも、使用感は若干ありますけども、非常に、お買い得な一足かなと思います。はい、ぜひともこちらご検討の方よろしくお願いいたします。失礼いたします。